FC 東京対鹿島アントラーズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。FC 東京がこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。キックオフ、FC 東京対鹿島アントラーズ、エキシビションマッチが始まりました。スルーパスを狙う、シュート、さらにシュート、決まった、先制 FC 東京。ディエゴ・オリベイラ、ここはいい位置に詰めていました。これはポジショニングが良かったですよね。セカンドボールへの反応はあらかじめ予想しておかないと反応できないですからね。イメージ通りだったんじゃないですかね。とっても大きな1点ですよね。そうですね、さあフリーだ、どうだ、シュート、来た、同点、アントラーズまたすぐ同点です。北澤さん、これはこのゴール決まった後っていうのはやっぱりゲーム動きますよね。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。鹿島同点に持ち込みました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。FC 東京ボール、これいいですよ、ボックス内上げる、頭、決まった、勝ち越し FC 東京。前半終了間際、いい時間帯に決めました。アーティスティックなクロスが頭に届いた。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせた、いいゴールですよね。